谷口修司の四日市向上委員会。続いて第2弾現在になります。第1弾過去をお見逃しの方はぜひ第1弾からご覧ください。四日市で一番大事なことってやっぱり能力ある女性が働ける場所、ここをきちっとする、このことがここから先の社会をリードしていく、そのためには必要不可欠。おー、なるほど。従来の男性のままではちょっと無理やと思うんで、ここ四日市に大企業の工場が17あります。おお、17あるんですか。そこに本社機能の一部、これを四日市に移転してもらうような運動を前から言ってるんやけど、なかなか、あの石原産業のように、あるいは合成ゴムが研究所、これ100億ぐらい作った、だから研究開発部門がここに集中できれば、作った工学部とマッチする、なるほど。でそこで能力ある女の人の就職場所が確保できる、なるほどね。いや東京採用でなくて、これ地元、ここで採用する、というような仕組みをやっぱり作っていく。今もその中心市街地を含めて大学とかって言ってますけど、これも作って終わりっていうわけにはいきませんもんね、作ったからにはそれをいかにどう活用していくかっていうのも大事であって、にはある程度受け皿となる企業さんへのアプローチも大事だと、できれば市の方は民間のスタートアップ企業に出資をして、あるいは補助金を出して、そこからベンチャー企業を無数に作る、でベンチャー企業で学生がアルバイトをする、そうすると奨学金借りても、卒業までには返し終わる、モチベーションが返すなんて、そういう無駄なことはしなくても済むような、そういう大学の在り方を追求する、だんだん金がなくなってくるときに、例えばスタートアップ企業だけやとあれやけど、ベンチャー企業ができたらそこに資金支援する、株価なんかの格好でいただいておく、これが1000倍1万倍になったら、なるほど、企業の成長とともにね、将来笑いが止まらん、という状況を作っていくことが、だから市役所って金稼がんでも税金ばっかりっていう、そんな発想も大事やけど、市役所が金を稼ぐ、同じ条件も同時にできる、いや私もね、その市役所が稼ぐっていうのは、考えていく必要はあると思うんですよ。だってそれ稼いでまたそれを市民サービスで使えば、別に稼いだらあかんわけじゃなくて、もしこういう地でいいところがあれば売却ももちろんだし、なんなら看板としての使用料を取ったりだとか、もちろんネーミングライツっていう形で企業さんから収入をもらって、またそれを維持管理に使うとか、市役所もね、ある程度稼ぎながら稼いだものを市民の方に ね還元していくっていうのも大事ですよね。そういう企業群を大事にしようと思うと、企業はやっぱり働いてる人たちの文化的な活動を含めてあるのっていう、なるほどね。だから文化会館あるけど、汚いしもう狭いしあかんわっていうんでは、これはあるうちには入らん、そういうものはやっぱりきちっと整備するものですね、できればそれを維持していくのに、芸術学部なんかがあると、これ芸術は日本中でも若い人に人気があるんで、そういう参加もある、いやその芸術文化ってすごい大事だと思ってて、こう公共施設も建てたらいいやじゃなくて、やっぱりそれなりの方がね、建てた建物をあえて見に来る公共施設っていうのも最近あるので、まあそういった建築家とかもね、やっぱりこう文化の継承として、公共施設がそういう方々の力を借りて建てることで、それを見に学生が来るとか、それをまた市民が誇りに思って文化の継承していくとか、もちろん萬古焼もそうですけど、何かこういうね、文化の継承っていうのは非常に大事ですよね。先生、音楽も結構やっていくべきだって言ってね、それこそジャズフェスティバルもそうですけど、一つのねきっかけになって、さまざまそういうのが根付いていくと、四日市の新たな文化になっていくと、なるほどなるほど。いや、こういうことをね聞けるっていうのは本当ありがたいことであって、過去からやっぱり積み上げてきて今があるっていうのはもちろんですけど、で今必要なものっていうのはね、四日市に欠けているものとか、四日市には今こういうことが必要なんだとかね、ただそういったところもね、またいろいろ聞かせていただけるとありがたいなと思ってますので、女性のね活躍がこれから大事だっていうことでね、先生今
企業も含めて、まあ、あの四日市の市議会もね、今議員さん女性議員10人ですので、もう3分の1ぐらい女性議員って、これ多分比率としては他の議会よりもね非常に多くなってきてると思うので、まあ、こういったところをね、さまざままた女性活躍っていう社会もね必要になってくるかなと思いますけど、まあ、ただ子供たちが少ないっていうのはまたこの四日市もね少子化っていうのも問題になってくるんで、こういったところをどうバランス取りながらやっていくかっていうのも大事ですよね。先生、幼児教育とか保育のもね結構一生懸命していただいて、はあ、やっぱりこう将来の四日市の街づくりの部分に入るけど、うん、例えば戦後500以上の団地が全国で2900ちょっと、まあ、3000弱作られた、500以下はもっとあるんやけど、はい、でどんな現象が起こったかと言うたら、うん、若い世代、ね、うん、若い夫婦が入って、はい、年寄りが旧の在所、うん、で核家族化が一気に進んだ、はいはい、核家族って2人やから、うん、やがて片っぽになる、うん、1人になる、うん、と孤独死が出てくる、うん、そういう社会というのは長続きしないんで、少なくても空き家は空き地を利用して、うん、3世代が近居か同居、うん、はい、できるような条件を整備すると、うんうん、例えば人口の1割ぐらいがとりあえずそういう条件を整備できれば、うん、あとは続いてくる、うん、ということでバランス取れて安心して子供を産み育てることができる、うん、はい、うん、先生ずっと言われてますよね、うん、で今回3世代近居同居の四日市補助金なんか作ってましたけど、うんうんうん、あれまさに先生言い続けて結果に、ね、うんうんうん、なったことかと思いますけど、ね、おっしゃる通りだと思います。団地をただ若い世代にまた焼き直ししてしまうと、うん、日中さちもいかんことになる。もう、ね、まさにうちがそうなんですよ団地育ちですけども、うん、周りを見るとやっぱり同じようにね、やっぱ年重ねてきますの で近くにね子供たちが住んでくれたらいいですけど、そうじゃないところはね、うん、どうしても独居になってきますので、うん、なんとか近くにね住んでいただけるタイミングが合えばね、うん、空き家が近くにできて息子さんが来るとか、あのいっぺんに何十個って思うと できやんから、うん、はい、2個とか3個、うん、そういう単位でずっと作っていく、うん、それをあの行政が支援する、はい、あの補助金は本当にいいなと思ってて、うん、ああいうのをね知らない方はぜひ知っていただいて使っていただけるとね、うんうん、で多分両方とも近くにいた方がね、うん、うちもそうですけど、ちょっとこう共働きで出てても孫のね、うん、送り迎えじいちゃんばあちゃんに頼んだりとか、うん、ありますし、本当にきちっといかんと、はい、例えば 数年先に、うん、あの国の税収よりも介護保険料の方が高くなる、もうやれなくなってしまう、はい、経済的に、うん、やっぱりそれは防いでいく必要がある、うん、持続的に発展させていく、うん、こういう社会の仕組みを作らないと、うん、なかなか少子化対策にはなっていかない。なるほどな。例えば東京は単身所帯が700万、はい、だから人口はまあざっと1400万で、はい、半分が単身所帯、まあ、お年寄りよりが随分多い。で特殊出生率が 0.4、うん、0.4、東京国なら10年20年ぐらいでもうなくなります。なるほど。四日市のように、うん、日本経済を支えてきたような町を軸に日本が成り立つ、うん、日本全体では特殊出生率 1.26 ぐらいですね、うん、今もうちょっと下がっとるかもかな、はい、ちょっと先生単純な質問していいです。先生めちゃくちゃそういう知識いっぱい持ってるじゃないですか。しかもさっきからこういろんな数字データでちゃんと示してくれるじゃないですか。どこでそういう勉強されてるんですか今いっぱい文献がある。それこそスマホめっちゃ使いこなしてるじゃないですか。スケジュール管理スマホでしょ。でもすごいんですよスマートフォンでね、結構スケジュール入れたりとか、うん、おこの日空いとるぞとかなんかね、でスマホとかでも情報収集されたりとか、新聞とかインターネットも、まあ、ありとあらゆる。いやそうですよ。だからこうどんな感じで世の中動くのかなっていうこと考える、はい、考えてみたら大体こういろいろこれ何回なと、その時調べていく。すごいな。で調べると、ああこれこんなことやったら、うん、応用度が効くなっていうかいうのが出てくる。そのバイタリティというか82歳のね、うち父親も77、8ですけど、すごいなと思って。いや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 、どっからその活用が出てくる意識の中にあると、はい、街歩いとっても、うん、ひょっとして数字があるかもかな、あヒントが落ちとるかもしれない。ヒントが落ちとるかもからね。意識がないと、あ綺麗やな、あ汚れそんなぐらいで済む。だから絶えず意識を持っていく、うん、いや結構こう私たちの仕事って幅広くなきゃいけないのに、どうしてもこう
得意とするところばかりに行きがちですけど、先生幅広いじゃないですか。すごい。だから最初はやっぱり得意とすることをずっと掘り下げる、はい、で広げる、うん、ああそうですか。掘り下げたままで止まらんと広げていく、うん、広がっていく。都市構造とか整備とか、こう民生関係のね、福島で幅広くされてて、引きこもりとか、うん、ああいった孤独孤立っていうところも、うん、多分一番最初に取り上げたの先生ですよね、うん、ヤングケアラーとか、うん、このアンテナの高さとか、うん、本当に社会がこれからどういったところに課題を解決しなきゃいけないところがあるかっていう、こうヒントというかね、先取りが。だからこっから先、はい、資源のない国やけど、うん、考え事によっては資源はたくさんある、うん、何を言ってるかというと、例えば太陽光発電、はいはいはい、ペロブスカイトの太陽光発電の原理は日本の学者が見つけ出した作った。ここで特徴があるのは、うん、今日本に入ってる太陽光はシリコンがベース、うん、これは日本にはない。中国は意地悪したけど、うん、中国のシリコンの産業は今ボロボロになってる、意地悪したから、うん、だけどペロブスカイトの太陽光発電は、うん、要素これをベースにする。世界の産出量の8割を超えて日本が産出してる、うん、千葉県が一番多い、はい、まあ、探せばもっと出てくる、ね、これ国際標準にしたら、うん、これが政府の仕事やわな、うん、国際標準にする、うん、各国の屋根瓦と窓にあるいは電柱に全部貼ってしまうと、うん、わざわざ原子力発電する必要がない。そういったものができる。これ、うん、あの昼間の太陽光だけと違って、はい、地表に降り注いだやつを、はい、夜に放出するんやけど、へー、これキャッチして発電できる、はい、すでにあの条件整備が通って、だから自分のところで賄えるもの、うん、これはたくさんある、うん、一番たくさんあるのは地べた。はい、農業が今ダサくさやけど、はいはいはい、世界に通用せん農作物いっぱい作ってる、うん、だから世界に通用するようなやり方をしようと思ったら、うん、地べたで何か作るというのは天災気候変動で、はい、なかなか難しい、うん、とすると小さいハウスの中で栽培すると農薬は使わんでいい、うん、最も安心な、はい、後で農薬で体壊れて、うん、病気医者行かんでもいい、はいはいはい、そうか、害虫からも守れるっていう、うん、農業が今滅びかかってる、これがチャンスなんよね。あ、まあ、なくしてはならんものですからね。そうそう、ブルーカーボンもね、先生一番最初に取り上げてさまざま発言されて、なんとかこの伊勢湾の海をきれいにしてこうぜっていう、そういうところも、ね、中心になってしていただいてますので、まあ、こういった今現状の四日市の課題とか、ね、まあ、四日市のみならずですよね、うん、日本の課題についてもさまざま取り組んで、うん、いただいて、まあ、我々もこう一緒になってね勉強させていただくんですけど、まあ、先生のこのね知識の広さとアンテナの高さ、もうこれはね本当にいつかどっかで聞こうと思ってましたんで、まだまだちょっと聞くこといっぱいありますけども、まず今四日市の現状、まあ、日本の現状とかね、四日市の取り組んでいること、まあ、そういったことをねちょっとお聞かせをいただきましたので、まあ、こう次はですね、これからの四日市とか将来に向けた、あとはもう我々こうまだまだ経験の浅い議員に対するこうねアドバイスとか、そういったところをねぜひこの後はお聞かせいただきたいと思います。